城地を記念物に指定された世界的にも珍しい白蛇など、こうした多くの観光資源により年間およそ250万人というお客様をお迎えしております。岩国城までは山頂駅より歩いて約5分、慶長13年吉川広家公により築城されましたが、 幕府の一国一城の例により、わずか7年後に破却されました。